されぬ座をかけた。激しき合戦の火蓋が切られる。未来のスターはいずこに。候補生の運命を決めるのはあなただ。アイドルサバイバーでございます。さあ、はい、今回も始まりましたが、はい、でこうついに来ました。僕本当にヤマキンさんのことを好きだっていう若い子が来たんですか。あ、そういうことにもなるんじゃないでしょうかね。お、あのね、はい、何かしらの僕にいいことが起きるはずです。そろそろ起きるはずですか。今も起きたんじゃないですかね。この今のちょっと噛んだことで、はい、キャー可愛いって言ってる人が見えますもんね。見えないです、はい、見えないです。いや、本当に何か起きると思います。なぜなら、はい、知ってます。セーラー服おじさん知ってます。え、知らない。何ですかセーラー服おじさんって。セーラー服を着た、はい、完全におじさんがいるんですけど。え、怖い怖い。ヤマケンさんのことですか。違うわ。違うわ。本当に、はい、完全におじさんなんですけど、うん、セーラー服なんですよ。へー。それ僕街中ですれ違ったんですよ。で、はい、すごい。いや、もう何度見もしたんですけど、完全におじさんなんですよ。それをツイッターでつぶやいたところ、うん、いるんですと、東京にね、はい、それを見ると幸せになれるらしいですよっていうのがすごい来まして、それついこの間見たんで幸せになると思います。あ、じゃあまだなってないってことなんですね。まだはなってないですけどね。お前いいのか、そんなことあれで、口の利き方で。え、なんてロト6、ロト7も買ったんですよ、それから。おお、その発表まだ来てないですか。まだ来てない。いや、ヤマキンさん、おっとこめだな。見てから買ってますからね。今のうちですよ。いや、バシ長い。褒めるとこがなんか部分やな。部分で褒めるのやめろ。ということで、はい、ね、こんなビッグチャンス、この子にも訪れるんでしょうか。シュン君でございます。はい、アイルサバイブ第一挑戦ということで、28歳。おお、そこそこ。はい、好きな機種が花火。うん、ね、そして、マドカマギカ。あ、いいですね、早期のハフナー。うわ、ガチですね。めっちゃ落ちましたね、これね。はいはい、ぶっ込み狙うやつですよね。はい、で、出ました、はい、好きなライター。初めて名前出たんじゃないですか。確かに意外ですけどね。僕たちの、うん、ね、大先輩、大先輩、カリスマ大崎一万馬さん、はい、で、梅谷慎君とね、うん、いや、なんかちょっと大崎さん、ね、大崎さんを出してくるあたり、どんな感じなのかちょっと気になりますけども、うん、28歳だからね。めっちゃピアス開いてたらどうしようと。そこかいって。うわー、はい、ってなっちゃうかもしれない、まあ、ということで、しゅんくんの実践見てもらいたいと思います。さあ、アイウルサバイブ、今回も飯田橋駅近くにありますオアシス飯田橋店で。似合うね、ピンクがね。ピンクと黒、ピンクと黒と相性いいからね。そうです、はい、ギャルもこういう組み合わせしますから。そう、ギャルもね、ギャルかヤマキンか、ほらほら、東京ラブストーリーみたいな、ほらマジ、ほら、レウコ、はいはいはい、感じ爽やか。何ですか。大好きです。大好きでございます。、はい、あの一応でしょうね、本当に見てる方たちが評価していただいてやりますんで、はい、なんか今日はこうしようかなとか、なんか意気込みとか、はい、じゃあお願いします。今日はですね、花火を打とうと思います。あ、花火を。花火を A タイプ結構打つ感じ。 A タイプを好きです。なるほど、はい、じゃあ今日は花火打ちながら、はい、もう花火ってね、結構皆さん打ってる方も多いんで、はい、ここの場で花火を狙うって、うん、なかなか自信がありますよね。そうね。お願いします。花火はやっぱりね、通な人が多いから、うん、ちょっと間違えたりすると一番で入ります。そうですね。あ、もうダメだってなるじゃないですか。なりますね。あ、分かってないなって、分かってないこいつはみたいなことは。僕は花火を撮ると言ったので、花火を、撮らせていただきます。わー、カード昨日出ちゃってるからな。出てるのか。いや、でも僕はカード入ると思うんですよ、このお店。ちょっと何回かあの下見に来させてもらったんですけど、割と入ってるようなイメージだったので、まずはやっぱりカード代から。昨日出てるみたいなんですが、まあ最悪背置きでも OK かなっていうところで行きたいと思います。一番引いたんで一番出してやりたいと思います。はい、頑張ります。はい、じゃあ、始まります。花火抑えられたので、まずこちらの設定推測をしながら、まあ、花火の楽しいところお伝えできればなと思ってやっていきたいと思います。じゃあ、ちなみに、設定推測のことですね。
のところも簡単にお話をしたいと思います。もうこれが出たら終日絶対打つよっていうのは、まあビッグ中の外れですね。まあこれは皆さんもしかしたらそうかもしれないですけど、まあ設定1、2で1万6000分の1約、まあ設定5、6で480分の1ぐらいかなになるので、まあそれさえ出ちゃえばまあ5以上確定とほぼ思っても大丈夫。まあ大体そうだよね、ビッグの20回に1回ぐらいですかね。なのでビッグ20回引かないと設定推測できねえのかよってことになっちゃうので、もちろんそれ以外の要素を見ていきます。それ以外で、大事なポイント、まあ、個人的にはビッグ中の花火ゲーム中の外れ、まあ、花火ゲームなので、まあ、あのリプレイ外しの終わった後、まあと言ってる間に当たりました。フラグ判別に関しては、まあ、2通りあるんですけど、1つは中リールにバー花火皿ですねを狙って、まあ、止まったらこっちにもバーと、でこっちにドンちゃん狙い。おお、やったビッグ。これ知ってますか、この出目からどういうことが起きるか。しかもバーバードンから62ゲームでドンビッグ。多分やるんじゃないかな、多分やるんじゃないかな。でちなみにですね、こっちの中から揃えてこの出目が止まるとドンちゃんビッグ、ドンビッグの場合早揃え、ドンちゃんビッグの場合早揃えが、いやセリフが早くないからセリフがモコモコしてるから、ほらほらほら、早い早い早い、あの出目があるとね、まあ、目押し下手くそな人でも、ね、超早い、すげえ俺感が出るのでぜひおすすめです。このまあ、基本的には、この花火チャレンジ中、まあ、このナビが出た時には逆押し押していって、枠上上段にバー狙い、まあ、こうですね、これで外すと、2コマなので、まあ、そこまで緊張とか焦ったりしなければそんなに難しくない。でそれでもミスってしまう人は、僕もいつもこれやってるんですけど、中から押す、でこっち止めない。そうするとなんでミスっちゃうかっていうと、最後に止めるから緊張するんですよ。だからもう僕めっちゃそれで失敗してるんで、僕も毎回中から止めてこっちを押してから落ち着いてこっちを止めると、まあ、失敗しちゃっても、まあ、失敗したらもう取り返しつかないんですけど、まあ、落ち着いて、あ、やっちゃったなと思って止めると、こうやるとミスらないからね、こんな感じ。あの俺意外と目押し前してるレオ。知らないです。いやマジマジマジ。え本当ですか。マジちょっとあの動体視力がいいのよ、なんかやってや、その、 いきます。じゃあ1か2か3か、あ、分かった、3。おお、すごいすごい。お、いいのよ。分かんないわ、分かんない、自分でやっても分かんないです。やるで、はい、2。あ、すごいやん。なんだ、できるじゃん。あ、仕事、仕事に関しては実は5年ぐらい働いてた会社を辞めたんですね。10月末に辞めたので、今現在はまあニートとか就活生、ライター就活生とかですかね。そうですね、この、まあ、今回 I will survive ですね。まあそもそもどうして、まあ、募集したのかってところですよね。まあ実際その僕は実はあのずっとまあ、ライター、パチスロライターですかね、まあ、今はパチスロタレントとか多いんですけど、やっぱずっとライターというものに憧れていて、まあ大学生、まあ、大学僕行ってたんですけど、まあ、大学の頃、
そういったパストライターの動画とかをよく見ていて、まあいつかやってみたいなとか思いながらもなかなか、踏み出せず、普通に就職して、まあ普通に会社に就職したんですよ。で会社に就職して、まあ、5年かな働きました。お、働きました。なんかほら経歴を語ってますよ。どうしても諦めきれないんですよね。やっぱやりたいなっていうのはずっと思っていて、大体の夢が、まあ、パシュの動画とか、まあ、そういった、のをずっと見て、まあ、あと紙面とかですね見てきて、いやもう我慢できねえぞともう行くしかないと思って、一大決心で会社を辞めて、もう本当にスロットに、なんだろう、ずっと向き合えるようにというか、まあ、やっぱり会社働いてて、やっぱり仕事しながらなかなかあのうちにも全然行けないし、まあ、なので、もう一大決心で辞めて、まあ、ライターを目指すようになりました。いやお願いお願い、きたーやった、もう572ゲームやっと当たりました。あー OK、 あーよかった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 、 OKOKOK、 はい、573、よし、こっから連チャンお願いします。自分はやっぱできないからこそ、見ててうわ楽しいなって思える方が、あの大崎一万発さんがすごい大好きで、もう多分大御所の方ですよね。いやー大崎一万発さんは本当大好きですね。やっぱり自分には多分ああいう感じに喋ったりはできないんだろう。誰もできないですよ。知らんからやな、死ぬほど怖いんだから。そうですよ。あの顔見たらもう本当に震え上がります。震え上がるぞ。なんかガチガチしてんじゃないかな。俺空港に迎えに行ってるのに無視されたことあるからあるんですよね多分。大崎さん、大崎さん、皆さんご存知かもしれないんですけど、いやそれが面白くて、あれだけこう大物の大御所の方で、元編集長の方ですごい方なのに、やっぱりスロットとかパチンコの前ではああやって僕たち一般ユーザーと同じように一喜一憂するっていうところに、あそこもすごいなというか、なんというか、やっぱ本当に好きなんだなっていうのも感じますし、まあ当たり前ですけどね、なんかだからすごい好きですね。でも実際僕がもしライターとか何かしらで慣れてお会いになってこう共演とか万が一できた時はもう正直怖いですね憧れの人なんですけど、正直絡みたいかって言われるとどうなんだかなっていうところも出ますよねかまあないでしょうね。まだ分かんないけど、花火って難しいから。どうしようかな、一回ちょっと周りの様子だけ見ていこうかな。まだちょっとやめるかどうか。ああまだ飲まれてなかったの。まあいいや、一回周りの様子だけ見に行ってこようと思います。置き時はどうなんですかね、リセットとか入ってんじゃないかなてか全然気づかなかった花火、僕の左隣2つがすごい出てるんですね。知ってる、大崎さんが結婚した、はい、あの決め手っていうか、その奥さんが、うん、どこまで喋ってやる大崎さんが奥さんと結婚することになった、まあ、付き合うことになった、いきさつ知ってます？全然知らないです、まあ、ここ知らないでしょ。ちょっと見てくださいよあの花火から窓間際に移動してるんですよ。どうなるかわからないですけども、やっていきたいと思います。まあ、移動理由はどんなんだろう、好きだからかな
もしこれで当たってて、これで9米チャレンジとかいかないかな。おおお、え、ワンチャン9米チャレンジあるよこれ。ワンチャン、ワンチャン。いやー頼むよ、9米チャレンジ、9米チャレンジ。あーまあ普通のだよね。まあ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 いいでしょう。30ゲーム完走したらビッグ確定ですからね。いやーもう青じゃないんだよな。青じゃないんだよな。はい、そしてここで3枚目。でもさ、あんだけライターに対する思いを語ってたわけだから、本当になりたいっていう思いがあるわけじゃないですか。こう勝負の場合ですよね、これ今日。だから言ってしまえば、彼にとって、はい、人生かかってますよ。緊張するやろね、そういう勝負の場って考えたら。そうですね。で、私ちょっと筐体に反射してるこの顔がぼんやりててちょっと面白くなってきたんですけど、ちょ見るとこ違う。ちょっと顔が歪んでるから、あ、笑顔ですよ今、ほら筐体、そうそうそう、嬉しそう、嬉しそう、あ、いい、表情が見えるんですよ、楽しく打ってますよ。あ、それと好きなんだなと思って。そういう見方ができますね、窓間際。くくニヤニヤしてる、ニヤニヤしてる。え、大丈夫だよね。あ、大丈夫大丈夫。まあ、次回予告よかった、とりあえず早めに当たってくれた。もしかしたらゾーンなのか、今の強チェリーの前から暑かったからね。はい、ドン、241ゲーム、よーし、ビッグだよ、ビッグだよ。あー、一角は出ない。おびっくりした。ってことはおそらくやっぱゲームボーナス当たってて、その後のあの強チェリーで当選したなと思います。ラッキー、ラッキー、ラッキー。強月、まあちょっとだけ天国の可能性もまああるかなぐらいかな今日。さあ、よし、100ゲームあるので天国はとりあえずカバーできる。乗せよ、こっから引きだから。でもさ、一発勝負だって考えたらさ、はい、もう喋、うん、ることを決めて、前日とかに90ゲームの520枚、それぐらいやってる可能性はあるよね。だから人生かかってる収録ですからね。そうですよ。そうだ、はい、よし、ピックよし、ピック確定。やったラッキーさあ、はい、よし、ピック。はぁ、終わっちゃったか。スイカ、あ、チャンス目か。お、マジチャレってことは、強チェもすかしてたし、天国もなし、天国もなし、チャンス目もすか。あ？あれ？でも、スイカの後に確かチャンス目だったから、マジチャレ伝承中にチャンス目か。ワンチャンないかな、キューベイチャレンジは。いったー、9米チャレンジいった、マジか。
いや今の推測通りですよ。50% 当てられないやつはダメですよ。 50% 当てられないやつは。レアクでもいいんだから。青じゃないんだよな、青じゃないんだよ。まだ2回ありますから頼むよ、お願いだよ。青なのね。はあ、いや50杯やらなきゃダメだよ本当に。おお待って、これレア役じゃない、確定ではないか、じゃないんだね。ただの外れ。来たやった、赤だよ。これは本当にお願いします、確定じゃないけど。いや中押し俺怖くてできないんで、もうこっちから狙わせてください。え、これ経験者じゃんこの子、なんかもうすごいやん。よーし、確定じゃないっていうフォローまで、そうちゃんとやるもんな、行きました。あー疲れた、すごい疲れた。やったー、なんとかものにした、よかった。あー危ない危ない。え、これ裏ボーナスの確定運じゃないの。え、裏ボーナス引いた、裏ボーナスだ。マジか。うわー、裏ボ引いた。すみません、ちょっといろいろとなんかあの話が脱線してあまり見てなかったんですが、すごいあの本当に本当にトークは素晴らしい。僕とレオコの間ぐらいはあるっていう印象で、皆さんジャッジメントよろしくお願いします。それでは運命のジャッジメントタイム。ジャッジメントは動画説明欄の URL をクリック。この動画の続きをまだ見たい、もう見たくない、どちらかを選択して未来のライターを導け。あなたの一票で人生が変わる。Ha ha ha!